岡本です。ふねみです。むろです。最近あのコメント欄で、はい、あのバックの練習をしていて、まあ、打ち方は分かったんだけど、まあ、試合になって緊張して入らないっていう子が、まあ、結構いるみたいで、はいはいはい、そういう子に対してこう何か教えてあげるふねみドリル、あ、ありますよね。出た、あります。おさすが。多分打ちやすい状況でしか毎日打ってないから、あ、なるほどね、プレッシャーかかった状況でやっぱ打ててないんだと。だから、ね、あえて今回のふねみドリルではちょっとストレス、まあ、負荷をかけた状態、足し算で計算をした状して、うん、それでコースを打ち分けるっていう。ああ、なるほどね。偶数だったら引っ張り、はいはいはい、偶数だったらストレート、まあ、流しとか、はい、なるほどね。そうすると、ね、あの普段と違う練習になってストレスのかかった中でコントロールってなるので、試合で使えるストロークになるんじゃないかと思って。頭を使いながらも練習すると。そうやったことないわ、それ。いや、これいいと思います。僕らもやってますし、うん、なるほどね。そうそう、いいと思います。面白い。じゃあ今回はふねみずドリルの、バックハンドストローク版、はい、やっていきたいと思います。ましょう。レッツゴー。練習の目的は、最後までギリギリまでしっかりいろんなことを考えて、その中でコントロールするということが最大の目的です。で、このルールは球を出してくれる人が計算式を言ってくれて、偶数であれば引っ張り、奇数であれば流しという形で、しっかり頭を使って、なおかつしっかりボールを収める、この2点大事ですね。この2点を意識してやっていけば、よりストレスのかかった状態でなおかつボールをコントロールして入れ切るという、実践に近いような練習ストロークを身につけることができるので、やってみてください。あるね、偶数が引っ張るよね。よしよし、2たす3 5 1たす4 4 6たす6 12 7たす4 11 10たす12チュー。なんで？なんで？よし。はい。2たす3。5。5たす7。12、おめえ。2かける3。6。アウトか。7かける4。28。10割る2。5。オッケー。うす1たす4はい、5はい、はい、4たす5はい、9 OK 9たす2 12 OK 20たす5 15 25 OK 5かける3なんか15よっしゃー、ありがとうございました。よっしゃ。確かにこれやったことないけど面白い。これ意外と
ね、やってない選手がやっぱ普段知らない人多そうだもん。やっぱ自分で気持ちよく打ちすぎてて、やっぱテニスって相手を戦うスポーツだし、そうだね、打ちづらいとこから、ね、相手もみんなテストに来てるわけだから、打ちづらい状況、精神状況でいかにコントロールするかっていうのが一番の練習になると思うので、全員いるし、そうそうそう、だからそのストレスの中でコントロールできるようになると、うん、あの本番の大事な場面でもコントロールできるようなショットを身につけられると思うので、ぜひこれはやってみてほしいと思います。いやでもこれ確かに、うん、普通の練習の中で緊張してやれって言われることって多いと思うんだけど、はいはいはい、小中学生とかは、それってなかなかやろうと思ってイメージできないけど、分からないと思う。こうやって具体的にやることが決まれば、そうやって自分に負荷をかけてやることができるから、すごい参考になりました。いやいや、ありがとうございます。参考にしてやってみてください、皆さん。ありがとうございます。はい、この動画がいいねと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。